ファイル、上野ナウ j p g 現在の下屋付近、江戸時代の下屋付近木造の頃の城在寺、昭和32年改築された、旧城在寺本堂昭和32年改築された、旧城在寺古法禅城在寺は、東京都豊島区池袋に所在する、日蓮召集の寺院。3号は、霊衆3。参考城在寺演技によれば、 おっとれ当時期律の乱章は、本山十六世上在院、日寿商人慶長十年頃、東映三条僧に世を結び居住したまうところ、百世へ、細いおさむりょと申す人、折伏教会をこむり、本門下手の横暴を信じ、消え活動の重い日々いよいよ増し、ついにも自分の屋敷を持って、これを寄付し、すなわち世を、上在院と合す。その後、源五年日 東さん御用地につき上の用地を召し上げられ、今に、下屋村におて、開地を下し置かれ、ひつぬ。これにおて源奈の頃、一羽の少者を営むなり。思考して、官映元年孔子本山より部人せられ、陰号を改めすなわち芸衆参常在寺とごす。寺に、日寿小二に一羽帰立の子をなる。病身になりたまうゆえ、富士に引きかごし、当時に留守京をきたまう。 当時の段落ちわずか量産の矢から、宝刀立て型し、本山の合力を得て、寺役賞勤務といえども、つい日、栗客伝大派に及び、これによって、本山十八世日清世商人部各このことを悲しみ、当地に書矢にあるゆえ、本山を退院し、当時に官挙す。昼夜に、本門の養蜂を愚図し、ここをもって同族は袖を連ねて消えし、活合の男女は歩みを運び、 ついに受法を得道し、格段落ちとなりひつぬ。叱ればすなわち生死の功徳によって、是を起こし、灰を補いたまう。仏法日々に功を増し、法刀よよに、明暗を照らす。とある。ありがとうございます。